皆様ごきげんよう。コンシェルジュの四国メタンです。今回のタイトルは、リップルの CEO ブラッド・バーリングハウス氏がトランプ大統領の新たな仮想通貨担当大臣に指名か、です。ぜひ最後までお付き合いください。リップルの元取締役であるショーン・マクブライド氏は、リップルの CEO であるブラッド・ガーリングハウス氏がドナルド・トランプ大統領のホワイトハウスで暗号通貨に重点を置く役職に任命される可能性があるとの見解を共有し、憶測を呼んでいます。この役職はその種のものとしては初と噂されており、政権が暗号通貨業界の規制とイノベーションの促進にますます関心を寄せていることを象徴しています。ブラッド・ガーリングハウス氏がホワイトハウスの役職に就任。マクブライド氏は X で自身の見解を共有し、この任命の可能性についての質問に答えました。ブラッド・ガーリングハウス氏がトランプ大統領の新たな暗号通貨担当大臣に選ばれる可能性は現実的かつ高まっていますと同氏は述べました。この発言は XRP コミュニティ内で幅広い議論を巻き起こしました。リップルにとってのこうした動きがどのような意味を持つのかと問われると、マクブライド氏はガーリングハウス氏が CEO を退任してその役職に就く可能性が高いことを認めました。その通りです。誰が彼の後任になるのかは大体分かっていますと同氏は答え、リップル社内での後継者計画の可能性を示唆しました。この憶測のタイミングは SEC との長期にわたる法廷闘争の解決などリップルの主要な動向と一致しています。マクブライド氏はこのタイミングによりガーリングハウス氏の意向が双方にとって有益なものになるかもしれないと述べました。公の場でも舞台裏でも起こっている他の出来事を考えると、ブラッドとリップルにとってタイミングは良いと思います。訴訟はようやく終結し、 IPO や M&A の可能性、新製品の発売などに向けて準備が進められています。残留についても同じことが言えます。何が起こるのか見てみましょう。注目のその他の候補者、別のユーザーは元 CFTC 委員長のクリストファー・ジャンカルロ氏がこの役職に就く可能性が高いのではないかとの疑問を呈しました。マクブライド氏はその可能性を認め、可能性はあります、彼はリストに載っており SEC の役職を望んでいないことは明らかですと述べました。 SEC の役割に関する言及は SEC 内でのリーダーシップの変更に関する継続的な議論を浮き彫りにしています。 SEC のゲイリー・ゲンスラー委員長は最近、トランプ大統領のホワイトハウス復帰に合わせて1月20日に委員長を退任すると発表しました。暗号通貨工程の任命は業界にとって重要な節目となり、政府がブロックチェーン技術とデジタル資産により高いレベルで関与する意向を強調することになります。さらにジャンカルロ氏とガーリングハウス氏はどちらも暗号通貨分野における規制の明確化を声高に主張しており、こうした役職においては彼らの豊富な経験が役立つでしょう。いかがでしょうか。またものすごい噂話が舞い込んできました。ガーリングハウス氏が大臣に就任するとなれば、リップル社や XRP は計り知れない価値の高騰が見込まれますね。 XRP はきっちりホドルしていきましょう。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録・高評価をお願いいたします。